はい、カバーチェ袋カッパ園長です。じゃあ今度はね、ロシアプーチン大統領と、このベラルーシのね、ルカシェンコ大統領のお話ですかね。これニュースも見た方いらっしゃいますよね。まあ、要はプーチン大統領がね、この辞任を要求されているベラルーシのルカシェンコ大統領、彼を支援するために、まあ、軍を送る、そういう提案をした。でそれでこう世界中で話題になっている、そういう内容になりますかね。じゃあちょっとね、その記事の部分ちょっとね、おさらいも兼ねて見ていきましょうかね。プーチン大統領が最大で20万人の抗議者から辞任を要求されているベラルーシのルカシェンコ大統領を支援するため軍隊を送ると提案したんですね。ロシアの指導者ウラジミール・プーチンは、ベラルーシの大統領アレキサンドル・ルカシェンコを支持して軍隊を送ることを提案した。ベラルーシの首都ミンスクでは、大統領の辞任を要求する何万人もの人々が集まっている。まあ20万人って書いてありましたけどね。でこのルカシェンコさんは、外部の軍事的脅威が発生した場合ベラルーシを保護するための軍隊だとプーチンから言われたと述べている。でロシア政府、プーチンがルカシェンコに軍事的支援を提案したことを認めているんですね。でここからが、まあ、世界海外の人たちの反応ですかね。多分ほとんどが EU の人じゃないのかな、多分ね。まず最初の人がちょっと国籍わかんないんですけどね、自国民に対応するために隣国の軍隊に助けてもらうのか、その国民たちは他国の軍隊から守らなければならない存在だぞ、こういうことをするから権威主義政権はダメなんだに対して、プーチンが軍隊を送ったら撤退することはまずないだろう、さらに続けて、こっから今から我々のものだ、ここは今から我々のものだ。で、次の人もチェチェンの、恐怖再来だな。で次の人、これは一手間加えた併合に他ならないのでは。で次の人はそれに対して、プーチンはベラルーシ併合はしないよ、間違いなく抗議者を鎮圧するのを援助するだろうが、ベラルーシは NATO との干渉国として必要としている、併合は理にかなっていない。でそれに対して続けて、併合というより、傀儡国家になるかな、併合とかなり近い状態だよ。で次の人、これはルカシェンコは墓穴掘ったんじゃないの。でそれに対して、いやこれからも議事大統領であり続けると思うよ、ただし完全に利用されているが。で次の人、投票してくれた8割の国民にカウンターでも頼んだらどうなのかな。で次の人は、なんでこういう政権は自国民ではなく他国を支持してるんだろうな。でそれに対して、なぜなら体制の名前をどう呼ぼうと結局は王国に過ぎないからだ。さらに続けて、なぜなら権威主義政権は国民のために存在してるのではなく権力と金のために存在してるから。で、次の人、民主主義は世界中で攻撃を受けている。で次の人は、プーチンは外国の脅威に対応するために軍隊を送ると提案したんだ、ベラルーシはウクライナとは違う、ベラルーシ人の大多数はロシアに好意的、プーチンはロシアが好きな人々を反ロシアにするようなことはしないだろう。でそれに対して、2014年より前のウクライナ人の大多数もロシアに好意的だったけど。で次の人は、自国民を弾圧する援助をしてもらうためにプーチンに助けを求めるとか、これは正当な政府ですわ。で、次の人、プーチンはベラルーシで独裁者が排除されたら、ロシアでも同じ考えを持つ人が出てくるのを恐れてるんじゃないか。で、それに対して、ビンゴ、ロシアの歴史は常にツァーリへの放棄だからな。で、次の人、ソ連2がやってくるぞ。で、次の人は、EU は座って賞を見守ってるぞ。で、それに対して、EU はどうするつもりかな。でさらに続けて、宣戦布告はするが、より平和的で自分たちが巻き込まれない方法だ、制裁はするが、人々が苦しむためあまり傷つかない方法で行う、非難はするが、ジョークになるような遺憾の意だ。でさらに続けて、 EU は軍事同盟じゃなく貿易同盟だ、宣戦布告なんてことはしないだろうと、まあこんなやりとりだったんですけどもね。ちょっと意外だったのがね、このウクライナあったじゃないですか。クリミア半島とね、あと、なんだっけ、ほんの一部、南東部、ごくごく一部占領するのが精一杯だったですよね。だそれ考えると、この情勢下でこのベラルーシにね、派遣、まあ、まだ決まってないですけど、そんな余裕が本当にあるのかなってちょっと思ったんですけどね。
まあ、この流れでいくと中国の次はロシアなんかがこう世界の標的になっちゃったりするのかな、うん、これ他国の軍隊の銃口を自国民に向けさせるんならもうこのベラルーシの大統領の素性がもうバレたようなもんですよね。でなんかあの海外の人のコメントの中にウクライナですらクリミア半島南東部の一部を占領するのはせいぜいだった、いや、これ逆でしたかね、うん、なんかあのウクライナみたいにウクライナの軍と衝突するわけじゃなくてこうベラルーシの一般庶民が相手でしたからね、ちょっとこれは僕の勘違いでしたね。あのなんかあれですよね、隣に移動するだけですし、そもそもは。あとこうロシアみたいに災害もまあそこまで大きなのってなんか起きてないですよね、起きない国ですよね。で、巨大なこう数の軍人抱えて、ね、今戦争もあんまりしてないで、なんかこう人が、軍人が余ってるっぽい、うん。で、なんかさせた方がいいと。うん、だからもう今、ロシアはこう軍を派兵したくて仕方がない状態じゃないかと。うん、だからまあ軍人もね、給与低いんで、比較的安全なベラルーシに派兵されて、恩給ももらいたいみたいな。なんかこういうロシアの事情はあるみたいですよね、どうもね。でもそういえばよく考えたらベラルーシにも軍はいますよね。だもしルカシェンコがベラルーシ軍を無視して、まあ、ロシア軍をベラルーシに入れるんなら、まあ、ベラルーシ軍を信用してないってことになっちゃいますよね。ベラルーシの大統領なのに。だからまあベラルーシ軍はロシア軍を排除する方向に動きますよね。で、その後ルカシェンコ、大統領は、ね、他国の軍をベラルーシに引き入れたとして、これ国家反逆罪とかで失脚したりしないんですかね。うん、でもまあロシアもね、そのまま侵攻してベラルーシを防衛の名のもと、まあ事実上の併合ですか、に踏み切るけども、ベラルーシ国民は反発するだろうから、まあ内戦になったりするんじゃないんですかね。うん、でまあベラルーシにルカシェンコ大統領とは全く別の新しい政権か政党が誕生して国民がそれを支持すれば、まあ、ロシアの侵攻の大義はなくなるし、まあ、西側も動きやすくなるのかなと、まあ、何にせよ危険な状況ではそれには危険な状況には変わりないですよね。でまあヨーロッパあと中東アジアと、まあ、世界大戦の様相を呈してきたのかなみたいな、うん、あんまりこういう話はね、僕あんま好きじゃないんであれなんですけど、うん、まあでもやっぱりヨーロッパの火薬庫っていうのはそうなのかなってちょっと思いますよね。でまあロシアがね、もし仮に侵攻するとすれば、まあロシアはもうソ連を復活させるしかなくなっちゃいますよね。そうなるとこの中国なんかも含めたこの新冷戦の誕生ですよね。ただそのロシアでもね、ソ連、ロシア国内でもね、このソ連復活望まない国民ってやっぱ多いじゃないですか。だまあどう対処するかなんですけども、まあなんかもう世界中がもうなんか混沌として始めてきた、うん、要はもう誰が敵で味方なのかよくわかんなくな、そう、だからもうトランプ大統領みたいなこの色分け、チーム分け、うん、やっぱ大事ですよね。うん、で日本は日本でね、まあとある半島のあの国だったりね、中国だったりからなんか仕掛けられてね、うん、今のところなんかまだ一応なんかこう遺憾法止まりでおとなしくしてますけど、もうそろそろそんなわけにいかなくなって、日本がどう思うがどう考えようがどう理想を掲げていようが、世の中はやっぱりそういう方に動いてっちゃったらね、うん、取り残されるぐらいで済めはまだいいですけど、飲み込まれちゃったらたまったもんじゃないですからね。うん、まあこれロシアにしても他国の民衆に発砲なんかしたら完全に国連制裁の対象になりますからね。まあプーチン大統領にしてもね、うん、相当腹決めて、だもう踏み絵ですよ、踏み絵。かなりきついやつなんですけど、もうこれ後には戻れないんじゃないかなって。であとさっきなんかロシアの軍の話しましたけどもね、ちょっとあれですよね、例えばパイロットとか逆に足らないんじゃないですかね。確かなんかほとんど40代とかもうベテランみたいな、なんか世代交代がうまくいってないような、そんな話をどっかで見た覚えがあるんだよな。だから最新兵器作ってる印象なんですけど、大量生産はできていないと。で使いこなす人もね、うん、そう足りてないと。まあだから兵器の回収も満足にできないので、今はなんか普通の空母一隻だけ、うん、だからまあだからロシアはもう核で脅すだけしかないみたいな、うん、まあここからはあくまでも僕のね、個人的ななんか予想というか、こんな感じかなっていう話ですけど、まあアメリカの重要度が上がってきているし、まあアメリカと EU はまあ対ロシアになるしかないじゃないですか。で一方中国はね、ベラルーシの大統領を支持するだろうし、一方中東でもね、イスラエルと UAE が国交を結んで、サウジがさらに国交を結んだら、もうイランが完全に孤立化しますよね。するとロシアに救援を求めるだろうし、で中国も同じくだろうと、まあ本当にね、
世界中で、だからもう第三次世界大戦なんていうのは大げさじゃないんじゃないかなと思いますけどもね。だ前にほらアメリカがドイツからねポーランドとかに軍を移したじゃないですかね。この理由、本当の理由が実はこの対ベラルーシ、ね、この対策だったんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。だまあロシアが介入したらベラルーシから当然難民も出るし隣国も無視できないじゃないですか。だまあ旧ソ連国としてはロシアの介入は拒絶反応当然高いですよね。だまあアメリカや NATO も動かざるを得ないんじゃないかなと。でまあこのベラルーシですけど、まあもともとは親ロシア国として有名だったんですよね。まあ過去形なんですけども、だからロシア軍が入ってきたら大統領派が復権して収まるかもしれないと。ただデモ隊が首都から動かずロシア軍とベラルーシ軍が強制排除なんかに乗り出して流血事態になったらね、やっぱウクライナみたいに一気に反ロシア国になる可能性がありますよね。でもこうウクライナもそうだったんですけど、一定数やっぱり親ロシア国民っていうのはいますよね。だから事態が収まって時間が経つと、まあなんかほぼほぼ均衡も取れたりなんかして、まあよく言えば元さやみたいな、そんな状態になるだろうって言われてるんですけども、まあだからウクライナと同じようにあの国内で真っ二つになるわけですよね。うん。で、そう過去形って言ったのはこのロシアとベラルーシは、ベラルーシがね、もともとロシア・ベラルーシ連合国家っていう肩書きがありますよね。だからまあただ近年は喧嘩状態っていうのかな、ベラルーシはアメリカから石油買ったりするから言うほど親ロシアではないんですよね、現状では。ただまあ今回ルカシェンコ大統領の立場が悪くなっちゃったんで、まあ連合国家としてプーチンに助けを求めたと。ただしプーチン大統領はこのチャンス絶対逃さないと思うんですよね。確実にベラルーシを連合国家から連邦へと変えて併合するんじゃないかなと思われますか。ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。まあプーチン大統領だってね、今時共産主義に戻ってもろくなことがないことぐらいは当然わかってるんですよ。ただし西側諸国の連中にバカにされっぱなしじゃやっぱメンツが立たんと。だからそれぐらい共産主義から民主資本主義へ移行するのはなかなかやっぱ言うほど簡単じゃなかったんでしょうね。だから民主資本主義国家というのは長年のやっぱ蓄積があってこそやっぱ成立するものじゃないですか。後からだとやっぱ民主資本主義国家の食い物にされちゃうだけなんですよね。だからまあ共産主義っていうのはやっぱり国とかね、人とか文化とかもうもろもろありとあらゆるところにダメージを与えることしか生まないんですよね。